サイキクユキチョウ、カ付近敷地時期大橋三次市作議長校、淀国道四百三十三号は、広島県大竹市から三次市に至る一般国道である。広島県の南西端に位置し、瀬戸内海にも面する大竹市の緑橋、東詰交差点から、広島県内の中国山地の山間部を縫って、北東方向に進み、道県北東部にある三次市の日山、 京都詰め交差点で国道54号とを結ぶ延長約1 2 3キロメートルの一般国道の路線で主な通過地は八0日市市、広島市埼玉菊雪町、山形郡秋大田町大和、か北広島町、戸谷、道町蔵挟間、ま、秋田田市緑町、道市高宮町である。起点の大竹市から八0日市市の瀬戸内海沿いは、 国道2号と徴用区間、三次市内の終点付近は国道375号と徴用しており、実演長部となる単独区間は、八日市市の国道2号分岐から三次市作議長校、ヨドの国道375号交点までである。また、単独区間の経路の途中でも国道191号、国道261号と一部重複する。 初日市市北部の七極峠や、掛戸谷間にある、うずら峠、倉は間ま緑間にある二重谷峠などに、道路幅が狭く普通乗用車でもすれ違いが困難な場所があり、連続降雨など異常気象時には、通行止めとなることがしばしばある。このため、掛戸洋平バイパスをはじめとする、道路改良が進められている。 7曲峠や二重谷峠などを含め、道幅が狭く、大型車通行不可、乗用車同士のすれ違い困難な区間が多数存在する。2トン車以上の車両通行不能区間もあり、カーブが多い道路福音教小区間があるため、中型、大型車は脱輪するため迂回を促す看板も設置されている。山間部は、落石や木の枝、落ち葉が、 路上に落ちているなど、路面状態が悪いこともある。また、山間部の川沿いに、ガードレールの未設置箇所や、急なヘアピンカーブがあったり、一般道路との分岐点において、道路幅が狭い方が国道433号で、あるところがあるなど、いわゆる、国道の要素が多い。山形郡秋大田町大和掛付近から7曲、峠手前までの広島市内区間は、 二車線の回装路が続いている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成広島県三好市内は、郷の川に沿って国道375号と重複しており、川の対岸に2018年に廃線となった旧 JR 山高線跡がある。内陸山幹部の農村集落を経由しており、 各集落で道路脇に独特の石垣も見られる。2日市市に近い七極峠付近では上から瀬戸内海を眺望できる絶景ポイントがある。ありがとうございます。